おはようございます。中腰です。立てかけるとこがなかなかなかったんで、ちょうどいいところね、電信柱のところに今立てかけてます。おはようございます。ただいま6時ぐらいかな。ちょっとね、もう10分15分前は暗かったですよ。明るくなってきました。おはようございますって言ったっけということで今回は、全然話が違うんですけど、中腰でちょっとねお話ししたいと思います。俺らって言っちゃった。38歳でおっさんで、回復力が遅くなってる。それはもしかしたら違うかもしれませんよという話をします、というのもですね、試合あったじゃないですか。1週間ぐらい前にその前日計量の時に木戸と話していたことがあったんですよ。その話っていうのが、疲れがね全然抜けないねっていう話をしてて、いつもだったら1週間を調整期間取ってたとしたら1週間でしっかり抜けたんだけど、その前の段階からちょっと疲れが溜まっちゃってて、もうね言ってみれば10日間は抜けなかったみたいな感じだったんですよね。で同じような感覚だったんですよ、自分と木戸の症状がね。症状というか疲れが取れない。だから俺はその時にやっぱりおっさんになったんだな、回復力が遅くなったんだな、それはもう確定だなと思ったわけですよ。俺も普段から感じているわけですし、木戸もそういう風な状態だったからっていう風に思ったんですね。で、ああそうなのかなって木戸も言ってたんですけど、でも、ちょっと、計量が終わってから飯食いながら話してたんですけど、その時に木戸は、それ原因が一つだけじゃないかもしれないぞみたいなってなんか考えててね、それは何でかって言ったら、まだ1回しかね、この俺らが今疲れてる状況で10日間は抜けなかったみたいな感じ、2人とも合致したけどそれ1回だけじゃんみたいな。でももしかするとね2回3回4回ってこの計量でまた疲れが出てるような計量の時のような状態の時、同じような状況の時に疲れが抜けないっていうのがもういっぱい何回も繰り返されてたら、それは俺らがおっさんになった証拠だねっていう風な感じかもしれないけど、他に原因がありそうじゃないみたいな、多分そこら辺はあると思うよみたいなことを言っていたんですよ。あでも確かにそれはあるなって思ったんですよね。その原因を一つだけに特定してしまうと他のことが見えなくなっちゃうんだけど、木戸はそこを見ていた感じがあるんですよ。だから、木戸ポジティブなやつなんだけど、ほんとただの空のポジティブじゃなくてちゃんとした心理をつこうとするポジティブなんだなっていう風にちょっと思ったということですよ。だから俺はなんか本当に1個に決めつけがち、やっぱ1から10の中で10にしたくなっちゃうんですよね。グラデーションみたいなこの1から10の間っていうのは結構重要だったりするっていうのはなんとなくもう感じてきてるのにもかかわらず、10だ0だっていう風な感じになっちゃいがちなんですよ。だからそこは気をつけなければいけないなと。それはなんで気をつける必要があるのかと言ったら、原因を一つだけにね、あこれだって決めつけちゃいすぎちゃうと、その2か3の原因の可能性、3とか4か分かんないですけど2とか3とかの原因が全部考えなくなっちゃうから、だからやっぱ全てはもう全てはなのか分かんないけどグラデーションなわけですよ、いろんなものがね。だから、そこの原因を一つに決めつけない方が良さそうだぞということを木戸からちょっと学びました。38歳、おっさん、回復力が遅くなったって俺決めつけた、まだ分かんないぞという感じです、じゃあさようなら。